ら火の中水の中やるぜ。準備はいいか。よし、いい調子だ。守りきれ。いい調子だ。とりあえず死ねえ。守りきれ。いい調子だ。真島建設、本日の業務は完了だ。いい戦いぶりだったぞ。へえ、これで片付いたかな。やるやないか、桐生監督。采配やったで。なかなか難しいもんだな。ブラボー。
いやー、やっぱいい会社じゃん、真島建設ってさ。お、あんた誰だい。初めて見る顔だな。桐生だ。お前こそ何者だ。おっと、自己紹介が遅れました。武藤刑事、武藤不動産って会社の代表だ。武藤不動産、まあこの辺ではそこそこ有名な会社でね、真島さんにヒルズ計画を譲ってほしいってお願いしてんだけど、なかなか OK してくんなくってさ。ということはこいつらが。ああ、うちを狙っとる連中や。真島さんも堅物だよね。いくら金積んでも OK してくんねえんだもん。お前らに触れてやるようなカムロ町ヒルズはないわ。ふーん、まあそっちがその気ならこっちは強引にやるだけだけどな。なあ蝶野。ああ、俺のパートナーの蝶野だ。この辺で一番でかいカラーズっていうギャングチームを束ねてる。よろしく頼むぜ、真島さんに。桐生さんだっけな。建築会社の一つや二つ、うちの下っ端連中だけで処理できると思ったんだが、とんだ勘違いだったな。あんたらなかなかやるじゃねえか。肩着にしとくのはもったいねえぜ。そうだな。あ、もしよかったら知り合いのヤクザ紹介するぜ。転職するか。残念だが間に合ってるんだな。あっそう、まあいいか。今日はご挨拶もできたし、もう帰るか。ああ、こんな助っ人が出てきたんだ。こっちも何かしら策を打たねえといけねえんじゃねえか。策ねえ、例の三銃士にお願いするか。俺は好きじゃねえけど。三銃士、地上げ三銃士、聞いたことねえか。そんなん聞いたこともないわ。うん、あんたも建築会社の社長ならそれくらい覚えといた方がいいぜ。まあすぐに会えるかもしれねえから、楽しみにしとけ。もう帰ろうぜ長野、腹減っちまったよ。おう。おい、真島建設。ああ、遊びはこれまで、次はマジで行かせてもらうからな。上等だ。こっちも本気で行かせてもらうで。三銃士だかなんだか知らんが、まとめて相手したるわ。ハハハ、ヒルズ計画は金のなる木、お前らなんかには荷が重すぎんだよ。覚悟しとけ。お前ら、いたきたにしてやるから、覚悟しとけよこら。すまんのケルちゃん、面倒なことに巻き込んでしもうて。兄さんには世話になってるんだ。これくらいお安い御用さ。あんな連中にヒルズ計画の邪魔させねえ。返り討ちにしてやろうぜ。そやな。なんや、久々にキルちゃんと共闘できると思うとちいとばかりワクワクしてきたわ。よっしゃ、このカムロ町ヒルズ予定地に奴らの血の雨降らしたるで。キリュウ監督率いるマジマジャパン本格始動や。すみませんね、三銃士の皆さん、今日はお集まりいただいて。おう、お前らが俺たちを誘うなんて珍しいじゃないか。
てっきり嫌われてるかと思ってたのによ。嫌ってるなんてそんなわけないんじゃないですか。大先輩方尊敬してますよ。そんなことはどうでもいい。早く用件を言え。天竜さん相変わらずせっかちだな。今日お集まりいただいたのは他でもない田室町ヒルズ計画の奪還にご協力いただきたい。カムロチョヒルズ。おお、いいじゃねえか。カニの匂いがするな。なんだ？そのなんとかヒルズってのはそんなに儲かんのか。西公園の跡地にでかい商業ビルを建てるって計画だろ。あれを奪還できたらそれこそ僕じゃ済まねえぞ。ほう、いいじゃないか。その計画ぶんどっちまおう。そうしたいのは山々なんですが、ちょっと問題がありまして。問題？長野山党が俺たちに頼むってことは相手が一筋縄じゃいかねえ連中ってことだろう。さすが天竜さん、その通りです。ヒルズ計画を受け合っている真島建設、その社長真島五郎、こいつは元東条会の幹部で島野の狂犬と言われる武道派だそうで。へえ、そんな奴が建設会社なんかやってんのか。人生いろいろだな。おい、そしてその真島の側近桐生一馬、こいつはなんと東条会四代目会長、堂島の竜と言われた伝説の極道です。桐生、どうした天竜。いや、なんでもねえ。要はその桐生ってのと真島ってのが手に負えないから俺たちに何とかしてくれってことか。さすが長州さん、その通りです。こいつらをぶっ倒してカムロ町ヒルズ計画を奪い取る。ヒルズは金のなる木、報酬はいくらでも出させてもらいます。お願いできませんかね。俺はやるで。金になら何でもやる。それが俺のスタンスだからな。それに堂島の竜とかいうやつも気になるしな。一応俺もドラゴンと呼ばれてる男だからよ。おお、ドラゴン対決か。そりゃ楽しみだな。長州さんは最近ちんけな案件ばっかでな、歯応えのある相手を探したんだよ。堂島の竜に島野の狂犬、面白そうじゃねえか。革命戦士と呼ばれた俺がそいつらに世の中の厳しさを教えてやるよ。天竜、お前はどうする。最近地上げはやってねえって聞いたけどよ。お、そうなのか。まあな、だがキリがいるってんなら話は別だ。その話乗らせてもらうぜ。決まりですね。よし、それじゃあ地上げ三銃士の皆さんよろしくお願いします。一番先にヒルズ計画を奪い取ってくれた方に報酬を差し上げますんで。兵隊はうちのギャングチームの連中を好きに使ってくれて構いません。いい結果を期待してます。誰に向かって言ってんだ。俺が失敗するわけねえだろう。早速準備しねえとな。お前らには悪いが報酬は俺がいただくで。キリュウ、
ますな。よくやった、お前ら。